今日はですね、今年最低気温を朝記録したんですかね。朝寒かったです。こちらの地方は、自然に近いというところもあって、寒い時は寒いんだろうなと覚悟はしています。で、起きた後ですね、日を取り込むと結構、暖かいという感じなんですけれども、ようやく今、ずっとね、今何時だろうな。9時を過ぎたとこなのかな。6時ぐらいから窓を、できるだけ光を取り込むようにしてたんですが、なんていうの？鱗雲っていうのかな？わかりますかね？これがびっちり、空を覆っていてですね、今日はずっと曇りでした。で、今、ようやく、日が差し始めてですね。ジャン君も、この一角だけですね。日が当たりますので、ここへやってきて日向ぼっこをしています。これね、もう一つの部屋が、あるんですけれども、そちらとの行き来は今、ジャン君ポンちゃんにはさせていません。なぜならまだ段ボールの箱がいっぱいあるからですね。その辺の処理を早く済ませて、行き来ができるようになったら、そう、日中の日差しがですね、その部屋には入ってくるわけです。早くしてあげよう。冬はね、特に、日に当たりたいでしょうからね。まず、この子たちの、安全を優先。それから、自由というか、心のケアですね。やっぱり6畳間に人間2人、猫2匹。これぎゅうぎゅう詰めの状態で今生活していますので、少しは移動ができて、ただ 広くなると、ポンちゃんは特にいたずらがね、メラメラ。いたずら心というかね、走ったりし始めるのね。その辺もちょっと気をつけながら行きたいと思います。おいママ登場。ご飯もらえるって。ご飯の入れ物もクリアーに映るようになったよ。ステンレスがピカピカ光ってる。はい、ジャン君。ご飯を待っている顔です。じゃあまだ寝てる。じゃあご飯の時間ですよ。お茶アップにするとさ、周りが暗くなってピントが合いにくくなるんだよね。あ、確かに。今日が当たってるからか。動画を撮影中に露出補正ができるのすごい。前のカメラできなかった。でも露出補正のダイヤルを回すとカク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 って音が入っちゃう。誰かカリカリ食べたね、朝。お腹があまり空いていない人がいるみたい。よいしょ。ゆうくん。少ない？なんかジャンプのやつ少なくていいんじゃん。
ちくにょこにじゃんくんはーい、じゃんくんはい、じゃんくんちゅーるです。はい、こんちゃんもちゅーおった。はい、じゃあちゅーるどこに置けばいい。おてての上になっちゃうよ。いいのかな。おいしい、おいしい、おいしい。ポンちゃん偉いね。いっぱい食べてね。いい感じです。今日はいつでも完食します。露出補正終了。カクカクカク。どうした、こんな感じかな。うん、いいね。めっちゃ美味しい。美味しい。はい、ちゃんくんはお布団をかけて寝ております。かわいい、ちゃんくん。ちょっとかけたり、ね、ちゃんくん。では、ポンちゃんも可愛いピンクのお布団をかけてもらいました。茶色の水玉ですね。うん、そしてプリンターがウィーンって言い始めました。プリンターさんが紙ないようになります。紙ないのかな。まだあるけど買ってくるのかな。大体